ドカップ日本選手団今続々と帰国であります。おっ、猪熊です。あの猪熊やわらです。鮮烈な一本背負いで世界中を圧倒した猪熊、世界の強豪ひしめくワールドカップ無差別級をなんとこの小柄な体が制したのです。自信はあったんですか？あの、記者諸君、何なりと聞くがいい。わしが答えてやる。あれ、猪熊やわらは遠慮するな、ほり、金メダルじゃ。見たかる？ほり、ほりほりほり、はあ、ただし触るなよ、指紋がつく。邪魔するぜ、ジモンさん、ちょっと聞いてない。みんな、猪熊さん、猪熊、やわらちゃん、猪熊さん、藤子さん、猪熊さん、もうあなたって人は何回私を感動させたら気が済むの。見て、三つ葉女子短大のみんなもついに燃える青春を分かってくれたわ。あ、そうだ、いい、ちゃんと持っててね。オッケー、藤子、じゃ、行きます。も用意してるの、来てくれるわね。うん、猪熊、よくやった、もう何も言うことはない。 あとは俺と一緒にバルセロナへ。あの、こりゃしっけ。 いえ、あの、確か海老天堂大学の花園薫であります。あの、確か三つ葉女子短大の伊藤藤子と申します。その説はどうも。こちらこそ。やわら、お母さん、やわら、やわら、よく頑張ったわね。さすがお父さんと私の子だわ。お母さん、会えなかった、お父さんに。そう、でも大丈夫、何か事情があったのよ。お父さんだってきっとやわらに会いたがっているわ。でも私、よーし、やわらちゃんの金メダルを祝してここらで一つ胴上げしようぜ。正真正銘のスーパースターだな、やわらさん。でも私もう柔道やりません。私のせいで家族がバラバラなんて。打倒猪熊やわら、私の望みはそれだけですわ。金メダルなんて欲しくもなんともありませんの。聞けば金メダルって銀に金メッキしてあるだけだそうじゃありませんか。私の望んでいるのはそんな安っぽいものではありませんの。ちょっと聞いてらっしゃるの？おかわり。はい。親子三代揃いも揃って癒やしいったらありゃしませんが。猪熊小次郎さん、
1億円の契約金が少ないというのでしたら2倍でも3倍でもお支払いいたしますわ。世界に誇る本阿弥スポーツセンターの設備で足りなければもっと素晴らしいジムを新設いたしますわ。とにかくあなたのお仕事は私を完全無欠の柔道レディーに仕上げること、ただそれだけですわ。もしや自分の娘を倒す人間を育てることはとてもできないなどと、そんな小市民的なことをおっしゃるおつもり？この味噌をかけた肉実にうまい。はあ、若者のフォアグラソースがけでございます。おかわり。は、まったく何考えてんだか親子三代。よくやった、自慢しますよぞ。テレシコは当局のお偉方もあの決勝戦には痛く感激している。おかげで我が柔道競技にも相当な運営資金が与えられることになった。もちろんお前にもな。実に喜ばしいことだ。10年以上も私とお前で汗にまみれてトレーニングしてきたことがついに報われたのだ。本当にご苦労だった。今はとにかく体を休めてくれ。監督、これからすぐ道場に入ります。長年の習慣は恐ろしいものだ。道場に入らんと落ち着かんか。男子柔道の有力選手を10名ほど集めておいていただけますか？ おい、まさか本気でトレーニングする気か？私はまだ何も報われてはいない。分かっている。お前が銀メダルごときで納得するような人間ではないこと。しかしバルセロナまではまだ間がある。焦るな。道場に入ります。テレシコは、私が負けるはずがない。この私が、ヤワラ猪熊、私が負けるはずはないのだ。ドクター！何？ミス・ロックウェルは？お願いします、止めてください。ミス・ロックウェル、お、待ってるね、ヤワラ。今度こそ私と本気の勝負ね。すごい迫力だ。感心してないで止めてください。おしるこの一気してる。本当にすごい試合だったよな。俺、惚れ直しちゃったもんね。ね、あんな大きな相手をバッタバッタと投げ飛ばしちゃうんだもんね。私憧れちゃったわ、猪熊さん。そんな。次はバルセロナね、猪熊さん。そうだとも、猪熊。次のバルセロナオリンピックでは、いよいよ女子柔道も正式種目だ。きっとまた、私たちに感動の涙を流させてくれるのよね。あのね、私、安心しろ、俺たちがついている。そうよ、私たちがついてる。お、たびたび失礼。私こそつい興奮しちゃって。いやーい、お顔が真っ赤だぜ、花園さん。するぞ、貴様この野郎。なんてこと言うんだよ、この野郎。ねえねえ、この店のおかみさんもヤワラちゃんのファンなんだって。あら、まあ、やだよ、本当にヤワラちゃんだよ。よく頑張りなすったね。私はテレビの前で入れ歯が外れるほど応援したんだよ。どうも。日本中が応援してたんだな。メイドの土産に拍手させてくださいな。なん
て感動的な場面なんだ。素敵よ、猪熊さん。ごめんなさい、ごめんなさい、みんな。ごめんなさい、おばあちゃん。私もう柔道は。頼もう、頼もう。ジゴロさん、いつ帰ってきたんだよ。よ、見たよ見たよ、すごかったね、ヤワラちゃん。なーに、あのぐらい兵のカッパじゃ。あんた、そりゃひょっとして金メダル。おお、着替えの時首にかけたままうっかり忘れとったわい。母さん、母さん、ジオロウさんが金メダルしとるぞ。ありゃまあ、はあ、これはまたさすがに美しいね。ありがたや、ありがたや。しかし未だに信じられないよな。感動の時から知っているあのヤワラちゃんがな。ジゴロウさん、私は泣きましたよ、ヤワラちゃんの活躍にテレビの前で。ただいま。お、金メダル、すげーぜ。安く触るな。なあ、せいさん、やわらちゃんの金メダルのお祝いをやろうじゃねえか。え、酒ならうちがいくらでも出すぜ。よし、寿司はうちに任せろ。パッと行こう、パッと。お、そうしよう、そうしよう。名案じゃ。酒は名酒地獄車、寿司は特上頼むぞ。乾杯。おいちい、ワールドカップの取材、本当にご苦労様でした。大変だったでしょう、邦子さん。鬼の松田さんと二人っきりで。そんなことない、小作とっても優しくしてくれて、なんだか新婚旅行みたいだった。それってどういう意味ですか、邦子さん。くだらない話をするな。何よ、おっかない顔して。最近少しおかしいわよ。うるせえ、お前なんかに俺の気持ちが曲がってたまるか。私もう柔道やりません。私もう柔道やりません。おかわり。ああ素敵、ありがとう、しんちゃん。ソウルに行っても私のこと忘れないでいてくれたのね。当たり前じゃないか、いつも君のことばかり考えていたさ。ホテルから見えるソウルの夜景を君にも見せてあげたかった。ねえしんちゃん、今夜一緒にね。いつもの部屋取ってあるの。いや、それが帰国早々溜め込んでいた仕事を片付けなくちゃならなくて。はい、いけない、もう打ち合わせの時間だ。おかわり。素敵、いい飲みっぷり。ちょっといいんですか、真っ昼間から飲みすぎですよ、松田さん。うるえや、おかわりったらおかわり。それ本当ですか。やっぱり私が原因だったのね、お父さんがいなくなっちゃったの。そうじゃない、そうじゃないんだ、やわらさん。本当の才能というものを目の前にして私は感動したのだよ。小次郎さん、やわらさんを説得できるのはあなたしかいない。一体どこへ行ったんだ、小次郎さん。あれ風祭りさんじゃない。もう30分も遅刻してくるんだから。いやごめんごめん、ちょっと仕事の打ち合わせが押しちゃって。どうせソウルに行って私のことなんか忘れてたんでしょ。そんなことあるもんか、いつも君のことばかり考えていた。ソウルのカルビクッパ、君にも食べさせてあげたかった。本当？本当本当。いい気なもんだな、こら、松田さん。何この人、こんな時にチャラチャラしやがって。今やわらさんがどんな気持ちで。いや、この俺だってな。一体何の話だか。さやかさんの呼び出しコール。
いい加減にしてくれよ。待てこの野郎。風祭りさん。はい。あ、逃げるなこら、ま、松田さんしつこい。何をしてらっしゃるの風祭りさん、早くいらして。今ここに猪熊小次郎がおりますの。なんですって。小次郎、今猪熊小次郎って言ったな。聞こえたぞ、確かに聞こえたぞ。何言ってるんです。小次郎がどうしたって言うんだ、一体何の話だ。飲みすぎですよ松田さん、飲みすぎ。あー楽しかった、みんないい人ばっかりね、猪熊さん。うん、特にほら、あの花園くんとかいう人。え、あの人も私と同じように猪熊さんの柔道から青春を教わったんですって。やっぱりすごいわよ猪熊さんの柔道は。そんなことないって。バルセロナオリンピックではもっともっとたくさんの人たちが猪熊さんの柔道に感動することになるわ。頑張って猪熊さん。あのね藤子さん、あー目に浮かぶわ、オリンピックで活躍する猪熊さんの姿が。違うの藤子さん、ダメなの私、無理なの。え、私そんな嘘でしょ、冗談でしょ、冗談よね、ね、ね。どうして。うちの家族がバラバラなのは私の柔道のせいだって分かったの。だからそんな藤子さん。嘘よ。ごめんね、ごめんね藤子さん。あれが猪熊小次郎氏。しかし驚きましたよ、まさか小次郎氏を引っ張ってくるとは。コーチ就任の件をうんと言わさなければ意味ありませんわ。そう、契約金に問題があるのではありませんこと。徳永、どのくらいの金額を提示しているんだね。は、3億円でございます。3億。それはいくらなんでも失礼ではありませんこと。はあ、さやかがバルセロナで金メダルを獲得できるよう育てていただく方にそんな金額では失礼ですわよ。その通りだ徳永、早速倍の金額を提示しなさい。お父様嬉しい。これだもの、さやかさんとの婚約むやみに解消できないんです。これだもの。お言葉ですが、あの人物に本当にお嬢様のコーチとしての資格があるかどうか。なるほど。宝石の鑑定が必要というわけですわね。それなら風祭りさんがいますわ。あ、そうだ、風祭りくんなら彼の柔道の実力を見極められるだろう。そんなこと言われても。さやかのお願いですわ風祭りさん。ちょっとやばいわよ工作。いいから君は先に帰ってろ。何かあるぞ小次郎氏の手がかりが。何か。何を食べているのあの男。は、先ほど中華まんをご所望なさいまして。静かに。風祭りさん、そろそろ仕掛けてみたらいかがですの。さやかのためにやっていただけますわね。じゃあちょっと試しに。靴を脱いでどうなさるの。一応足音を消します。では。さやか嬉しい。特に際立った殺気は感じられんが。
ならばもう少し近づいて、気づいた様子もない。行ってみるか。風祭りさん、目が一体何を投げたのです？中華まんの下の包み紙でございます。驚いた。全く気づいた様子はなかったのに。わざとやったんですの？偶然でございましょう。小四郎さん、松田さん。小四郎さん。